こんにちは今日から始める安心です、えー、と今日はよくお問い合わせされるえー、と襟がこう崩れてしまう。で襟がこうパカパカしてえー、と襟がなくなっちゃうっていう話の相談をよく受けるんですけれどもその時に、まあ、通常こう皆さんが、えー、と割とこう対処としてされるのが、まあ、こういう合わせ止めといって。 こうした金具をですねえー、とえ、まあ、襟にこうつけられる方がいるんですけれども僕はあんまり正直言ってこれはおすすめしてないです。っていうのが、まあ、これは私の個人的なこう言い分かもしれないんですけどまずこれを襟につける時にえ、まあ、襟がね崩れやすくなっちゃうのとえっ、ー、とまああとその時にまずちょっと考えていただきたいのが。 まあえー、と長襦袢の仕立て方っていうのを、えー、ちょっとこう変えてみられたらいかがかなということで、えー、今日はお話をしたいと思います。えー、っとまずよくあるいわゆる学襦袢っていって、まあ、男物の襦袢でこう背中に、まあ、これはもう本当にちょっとね子供っぽい虎の絵が描いてありますけれどもこれは私が。 えーとそれこそ成人式の時に親が作ってくれたものなんですけどもいわゆるこういう学序盤と呼われる背中,背中に縫い目がない、まあ、広い生地を使って、えー、作ってるものなんで、まあ、お尻がへばれないというちょっと利点はあるんですけれども、まあ、これの襦袢の作り方で、まあ、こういったものに多いんですけどももともと男性のこう襟ってですね もともとこれは構造上まあ見えますかねこう襟から襟からずーっと1本つなぎで縦襟にこういうふうになってるのがまあ男門の襦袢には多いんですね。で私は実は自分が襟がはだけやすくなるのが嫌なんでまあ襟がもっとこう深い角度で。 結局これあの要は襟がはだけやすいってことはここの角度の問題ですよねこれが深くこう合わさってくれればまあ変な話襟がはだけにくくなるのででまああの僕がこれ反物で作ってる場合なんかはこういう形でちょっと先ほどのものとの違いがお分かりいただけますかね まあ別いわゆるこの別奥み縦襟みたいなこれを別につけてで襟をまた別にですから女性の縫い方と一緒なんですねこれは女性の長襦袢っていうのはこういう形になっていてえー、と襟がこう深く合わさるようにまあ当然こう見ていただいてもこの、まあ、理屈から考えてこちらからこうこのこの分外側に半襟が半襟というか襟がつきますから。 まあ襟のこの打ち合わせの角度が、まあ、こちらのものと比べていただいて見えてますかねこちらの方が深くこう V 字になってると思うんですねで逆にこういう別襟にした方がここの襟はこの v, v の三角の部分は浅く合わさってると思うんですね で私は実は結構男性の方にも、まあ、自分も今もうこういう仕立てをしてますし、えー、男性の方にも意外とこういう仕立てをされたらどうですかという話をしてますで、まあ、今回実はこれは新しいものなんですが、まあ、柄を好まれたお客さんがいてこういう絞りの額の襦盤なんですね でまあその本来はずっと襟からまっすぐこう来るこの縦襟になるところを、えー、と別生地まあこれは新モスですけれどもまあこれはね変な話絹をつけてもいいしまあ逆に言うと、まあ、こういう新モスでもいいと思うんですね別布をつけてあげて地襟をこう外側に出してくるでそこにこう半襟をかけることによって。 襟の打ち合わせを深くしてあげて、まあ、襟がはだけなくするっていう、まあ、こういう仕立てをあえてしました。なんで逆に言うと、あのー、新しいものを作るばかりじゃなくて例えばもともと持ってるこういう額の襦盤なんかでも襟をですねちょっとこう作り変えてあげて、まあ、別布をちょっと足してあげてで別襟仕立てというこういう地盤の仕立て方。 にしてあげるだけで、襟のはだけ方っていうのはだいぶ変わるんじゃないかなと思うんですね。で、私が先ほど言った、その合わせ止めと呼ばれるものをここにつけるより、なぜいいかというと、合わせ止めでこう合わせてしまうと、まあ結構よくあるのが、ここ襟はくず、長襦袢の襟は崩れてないんですけど、着物との打ち合わせがこうずれてしまって、まあ。 結構こうパッと見た時にすごい違和感があってですねまあ合わせ止め使ってるなっていうのが見えるというか分かることがあるんですね。なんで逆に言うとまあ根本的なことになると思いますけどあのまあやっぱりね着物を着るっていうのは一日着てこう動きますからまあ自然とそこがこう合わさってないとまあ着上がった時はいいんですけどこう気づかないうちにこう襟が崩れてるってことが多いので。 基本的にこうちょっと仕立て方を別襟仕立てというのに直されてで切られるでまあ新しいものを作られる場合はま単、あ、物の長襦袢の生地を使って別襟仕立てにされるもしくはこういう額の生地を使った場合は襟にちょっと別の生地をつけて、えー、と仕立て方を変えていただいてであとはあのー。 楽観チャンネル見ていただいてる方はわかると思うんですけど無双の伊達締めですね男のねそれをきちっと腰に巻いてあげれば襟は崩れてくることがないと思いますので襟がこう崩れやすいという方の場合はちょっとこう下手を見直すっていうのをしていただいたらいかがったかなということで今日はちょっとお話しさせていただきました以上今日はえっと襟が崩れやすい時の えー、もう一度ちょっと序盤の仕立てを見直そうということでお話をさせていただきました以上ありがとうございました。